年代生まれの皆様今日紹介する映画はなんと男塾じゃーん先駆け男塾のなんと実写劇場版でございますこれ見た人いますかね京羅第4教冊が予算の都合で京羅第3教冊になっているところもなかなかおなじみでございますしかしね男の厚さはきちんと入ってるんですよ何よりもこの 映画を作るのがすごいでしょちょっとね、これね、今だからこそ分かるエピソードがいくつかあって、なんとね、主人公、鶴るぎももさんは、坂口拓さんでございます。知らない知らないか。いや、坂口拓さんね、すごい人なんですけども、案外無名なんですよ。いや、どれだけすごい人かっていうのは、YouTube をご覧いただきたいと思います。坂口拓チャンネルってのがあります。超格闘家。 軍隊格闘術なんかよくわかんないジャンルですけどもむちゃくちゃ強い人なんですよとんでもない強い人でその方が男塾を映画にしたいっていうんで集英社の宮下明さんのとこに持ってってねでやれって形でできたということらしいですさらに高口拓さんここに主演してますけども監督も脚本も演技指導もやってるみたいなんですよ確かそんな感じだったかなそしてね 溶かし役が、なんと、エイさん。実は、高口作さん。え、坂口作さんね。エイさんに、いつか俺が男塾の映画をやるときには、溶かしで出てくださいっていうふうに、お願いしたことがあったんですよ。それから、おそらく10年ぐらい経って、エイさん、俺、男塾の映画することになりましたんで、ぜひって感じで言ったときには、エイさんはもうビッグネームだったんで、出てくれないんだろうなと思ったら、 もうすげーじゃん俺やるよみたいな感じでその男の熱さに応えて翔英さん富樫を買って出たそうですであの名演技があったわけですよねさらにですよさらになんと京羅第三狭殺の秘縁というね色男に綾野剛さんが出てるんですよ挑発で分かりにくかったけどしかも当時無名ねまだ駆け出しの頃の綾野剛さんが男塾で秘縁をやって富樫と戦ってるんですよ富樫と翔英さんと。 これはなかなかの見物ですよ。予算がないからね。なんかガチャガチャですけども。でもね、絶妙のカラメラ枠と演出と演技で男塾をちゃんとやってますよ、男塾を。大将音の絵でやったりとかね。やったりとかしてますよ。ほんとすごい。これ、秀丸のあのシーンもあるし、アブラブロもやってますからね。いや、これはね、見てほしいな。で、江田島平八がそっくりな人がやってます。すごいっす。まあ、これだけ言えばもう見るでしょう。 ただし、あんまり売れてないから、これ、結構プレミアムで手に入りにくいと思います。お覚悟。私の場合は4000円ぐらいで買いました。まあ、4000円買っても、惜しくはなかったな。おとく。それじゃあ、また。